さん、ここでこの試合で勝利した岡山シーガルス18番金田修佳選手にお話を伺います。ストレートの勝利です。今のお気持ちお聞かせください。昨日悔しい負け方をしたので、まあ、それぞれが正しい自覚を持って取り組めたことと、やはりこの岡山の赤岩の地でファンの皆さんと共にホームゲームで勝利を挙げれたことをすごい嬉しく思います。すべてのセットがデュースでした。なかなかこんな展開見ることがないと思いますけれども、勝因を教えてください。やはりシーガルズの良さである粘りだったり高い集中っていうのが、まあ、セッター時にこういい時間として出たのかなというふうには思っています。岡山シーガルズの選手皆様が活躍されましたけれども、特に修佳選手も本当に輝いていました。今日活躍できた、その源、どこから来たと思いますか？しんどい時や苦しい場面でのファンの皆さんの声援がとても力になりました。ありがとうございます。SV リーグは始まったばかりですけれども、貴重な歴史的な一勝を挙げることができました。その点についてもお気持ちを聞かせください。まだまだ始まったばかりですので、今日の、まあ、収穫と課題を各々が反省してまた来週に向けて臨んでいきたいなというふうに思っています。ご来場いただいた皆様にも、じゃあ最後に一言お願いいたします。熱い応援ありがとうございました。岡山シーガルズ18番金田修佳選手でした。大きな拍手をお送りください。ヘッドコーチの川本明義様にもお越しいただきました。今のお気持ちを率直にお聞かせください。はい、昨日と同じようにまたフルセットかなという会場の皆さんの声がね、なんか伝わってきて、わあ、でもたまには間違ったことも起こっていいのかなと、そう思ってます。はい。川本ヘッドコーチ、長いバレーボール人生かと思いますけれども、デュースでの勝利、これなかなかないことじゃないでしょうか。そうですね、おっしゃられる通りですね。いつ車体さんにね逃げ切られるのか挽回されてやれるのか、うちの場合、金田選手がね話していたように、要所要所でうまく今日は続けたボンミスが出なかったいい純烈の選手たちが役目を果たしてくれたことが、なんとか本当にジュースこんなに濃いジュースを飲んだのも初めてですね。濃厚でした。この一勝、歴史的な一勝でもあります SV リーグでの一勝目ということで、その点に関してもお聞かせください。お気持ちは。いや、監督としては一勝に変わりはないと思います。そうお答えします。失礼いたしました。ピンチの時もチャンスの時も変わらずに思いを届けてくださった皆様に、では川本ヘッドコーチから一言メッセージをお願いいたします。はい、最後まで昨日惜しいゲームで落とした中で、今日は会場にですね期待を持ってお越しいただいた皆さんの、空間を超える輪の力、今日は会場も距離的には離れてますので、特にコートの中の選手たちがうまく
今日はちぐはぐさが少なく流れたことがおそらく皆さんの後押しをより一層強くしていただいて、なんとか本当珍しいですね。ジュースジュースだいたいこれは3-1かフルセットの結果なんですけれどもね、本当に嬉しい限りです。どうも今日は皆さんありがとうございました。岡山シーガンズ川本明義ヘッドコーチでした。今一度大きな拍手をお送りください。